おはようございます、えー。今日の話は「壁を壊す思考法」という立命館アジア太平洋大学学長の手口治明さんの本の中から「リーダーダの3つのつ条件という話です、えー。日本に真のリーダーはいるでしょうか」といきなり大きな問いですで恐縮ですが今の日本の元気のなさを見ていると原因はリーダーの不在にあるような気がしてなりません。 まあ閉じた世界で毎日同じことを繰り返していてなんとかなる状況であればリーダーの資質や能力はそれほど大きな問題にはならないでしょうでも今真のリーダーというのはじゃあどういうものでしょうかそれはまあ3つあるということを出口さんは言っています一つ目はやりたいことを持っていること一般的にはビジョンと言われてますねこれは何も地球の地球の環境をですね改善したいとかそういうような大きなことでなくても全然構わないということです これだけはどううしてもやりたいといとと。明確な旗を掲げられれることこれがリーダーの第1条件です。2つ目はです、ね、旅の仲間を集められること、これがやりたいとお旗を掲げることは大抵1人はできないですから仲間や協力者を集めるそれにはです、ね、共感力が必要ですね、これが第2番目の条件そして第3つ目の条件はです、ね、旅の目的地までチームをまとめ引っ張っていくこと。 これはですね。統率力統率力ですね、えー、ですから、メンバーをのモチベーションを常に高い状態に保って、さらに彼らの一つ力をですね。1つに束ねていくという統率力が大事だということです。えー、旅の仲間を集める力のまあ、エピソードがあります。えー、探検隊募集わずかな報酬極寒全く太陽を見ない日が何日も続く。 政官の保障なし、ただし成功すれば名誉と称賛が手に入る、まあ、これは新聞広告ですけれども、えー、まあなんとこの広告で,で、ね、5000人集まったと、その中から25人の精鋭を難なく採用したシャクルトン教、大英帝国の南極探検隊の募集ですけれども、まあ、素ばらしい共感力の持ち主だということですね。 企業の原点というのはどこか遠いところに旗を立てることですねそして起死鮮明にして仲間を集めみんなと一緒に旅をすることこの旅はです、ね、会社の企業会社を起こすことだけではありません家族や友人たちと共にどこかへ出かける本当の旅もありますそれから趣味の会やボランティアの会勉強会食事会であってもみんな旅ですね そしてそれはですね目的地を決め誰を集めるかそして口だけではなくて本当に旅をするのかというのが大事だという話です。